ファム・バンドンは、ベトナムの政治家、ホーチミンの側近。1955年から1976年まで、ベトナム民主共和国の1976年の南北ベトナム統一後は1987年まで、合計32年間にわたり、首相を務めた。公式記録によれば、ファム・バンドンは1906年3月1日、 ベトナム中部のクアンガイショーモードクケンドゥクタン村の役人の家に生まれた。1925年18歳の時、彼は有名な愛国学者ファン、中鎮の死を痛む学生の座り込み運動に学生仲間の一人として参加した。この頃に彼は共産党及び統一ベトナムへの関心を高める。1926年、彼は中国南部、広州へと向かい、 ここで、現愛国により運営される訓練コースに参加した。1929年に帰国し、彼は、サイゴンにおいて、革命同士会のための活動した。しかし同年、フランス植民地当局により逮捕され、裁判で、懲役10年の判決を受けた。1936年、選挙で勝利したフランス人民戦線政府による、御社で釈放されるまで、彼は、 プロコンドール島監獄で過ごした。1940年、インドシナ共産党に参加し、その後はホーチミンにより指導された様々な活動に貢献した。1945年の8月革命で、ホーチミンが権力の座に上ると、ファム・バン・ドンはベトナム民主共和国新政府の財務省に任命され、1954年までこの職にあった。また彼は、 1946年5月、フランス・フォンテーヌ・ブローのフツコ支線を交渉において、ベトナム側代表団長を務めた。日本の降伏に続き、ベトミン軍は1945年から1954年の第一次インドシナ戦争において、フランス植民地軍と戦った。フランスは1954年、ディエン・ビエン風の戦いにおける大敗北を受け、講和を求めるようになった。 1954年5月、彼はジュネーブ会談において、ホーチミン政権の代表団を率いた。激しい交渉の後、和平条約が結ばれ、フランス軍は新たに独立した北ベトナムとの直接対決から撤退した。ファム・バンドンは、フランス首相、ピエール・マンデス・フランスと共に、この和平協定に署名した。1954年4月、 彼は副首相兼外相に就任。さらに1955年9月、第1期第5回国会において、ホーチミンが兼任していた首相職を継いだ。以後彼は、欧米戦争期のベトナム指導者の一人として知られる。アメリカとの戦闘に際し、ベトナムを資金援助した中華人民共和国政府と緊密な関係を持つことで知られる。 彼はまた、リンドン・ジョンソン及びリチャード・ニクソン政権期、戦闘集結のための和平会談に関わった人物の一人でも、あった。ベトナム戦争集結後の1976年7月、第6期第1回国会において、ベトナム社会主義共和国が樹立され、ファム・バンドンは改めて首相に選出された。一般にファム・バンドンは、頑固な共産主義的、偉大な民族主義的な指導者。 ホーチミンの最も忠実な弟子の一人、独立、統一のためのベトナムの戦いにおける主要人物と考えられた。とりわけ、1975年のベトナム統一後は、党内の数々の闘争から中立的立場を維持しようとした政治家として知られた。1981年、スタンレーカーノートのインタビューで、ファム・バンドンは述べている A、我々はアメリカを打ちまかしました。 しかし今、我々は様々な問題に悩まされています。食料も十分ではありません。我々は貧しい発展途上の国家です。あなたもご存知の通り、戦争を遂行することは簡単です。しかし、一国を運営することはとても難しいのです。このプラグマティズムが32年間彼が首相の座に泊まり続けた理由かもしれない。 1987年12月、第6回党大会において、彼の引退が承認された。公的機関からは引退したものの、彼は1986年12月から1997年まで、党中央委員会顧問を務めた。1990年9月3日には、グエン・バン・リン・記長、同、ムオイ首相と共に秘密裏に、中国の四川省成都を訪問し、 中越関係改善のために、江沢民総書記と会談している。また彼はしばしば、汚職を止めるため、大きな努力をするよう等に働きかけた。しかし、今日のベトナムにおいても汚職は、大きな問題として残っている。中央委員会顧問の任期が切れた後でも、彼は同様の問題について、助言を与えた。晩年、彼は、重い病気となった。彼は手を使うことができず、 他の者が彼の言葉を代筆した。2000年5月2日、ベトナム共産党及びベトナム政府はファム・バン・ドンが数ヶ月の闘病生活の後、4月29日にハノイにおいて94歳で死去していたことを発表した。同年5月6日に記念行事と葬儀がハノイで執り行われた。1990年3月1日、金星勲章を受章。 ありがとうございます。